ジョン・メイ・ウォールアンプ・ザ・ブルース・ブレイカーズ、ジョン・メイ・ウォールザ・ブルース・ブレイカーズ、ジョン・メイウル・ウールザ・ブルース・ブレイカーズは、歌手のジョン・メイ・ウォールが率いた、イギリスのブルース・ロック・バンド。自らはラジオ向きのヒット曲を制作しなかったものの、最大の功績は、英国のロックブルース・ミュージシャンの原因役となったことである。1960年代から1970年代に、 英国から出てきた知名度のあるバンドには、以前、ブルース・ブレイカーズに参加していたメンバーが多く、今でもクラシックロックとして、ラジオでよく流れる英国ブルース音楽の基礎を彼らが気づいた。具体名を挙げると、ブルース・ブレイカーズには、エリック・クラプトンとジャック・ブルース。彼らは、後のクリーム、ピーター・グリーン、ミック・フリートウッドとジョン・マクビー。彼らは、フリートウッド・マックに加入する、ミック・テイラー。 彼はザ・ローリング・ストーンズに加入、エンズレー・ダンバー。彼はザ・マザーズ・オブ・インベンションに加入、その他数多くのミュージシャンが在籍していた。メイ・オールは1963年から1967年までの間このバンド名を使用したが、その後15年間は解散状態。しかし、1982年にブルース・ブレイカーズの復活が発表され、その名前は2008年に バンドが再び解散するまで使用された。この名前は一般に、メイオール本人だけの名義でも、バンドを組んだ場合の名義でも使われていて、明確な区別がない。1963年3月に結成され、1965年に、ブルース・ブレイカーズに進化する、このバンドは、その名前のもとで演奏するミュージシャンたちの100以上の異なる組み合わせで、絶えず、 顔ぶれが変わっていくものとなった。ジョン・メイ・オールと彼のバンドが1964年5月にリリースした最初のシングルは、で、その B 面が、ミスター・ジェームズだった。シングル時のバンドは、ピーター・ワード、ジョン・マクビーがベース、バーニー・ワトソンは、ギター、マーティン・ハートはドラム。シングルリリース後、ワトソンはに、ハートはにそれぞれ置き換えられた。 この顔ぶれが、を演奏する。この後、彼らは、クロコウォークというシングル、B 面が、ブルーシティシェイクダウンをリリース。このシングルは、デッカレコードのプロデューサーによって制作された。ここで、ロジャーディーンがグループを離れ、エリック・クラプトンに変わった。クラプトンは1965年4月、最初のアルバムがリリースされて、わずか数ヶ月後に加入した。このグループに、 ギター手動のブルースという影響を与えたクラプトン、ブルースに集中するためヤードバーズを離脱した。1965年10月には、I am You a Witch Doctor、ジミー・ページ制作というシングル発売も見られたが、グループはその年にデッカとのレコード契約を失った。1966年に、初めて、ジョン・メオールザ・ブルース・ブレイカーズという名義で、デッカに戻った。 その後1966年8月、メイオールとクラプトンは、シングル、ロンリーイヤーズを B 面、バーンハード・ジェンキンス。これは、パーダ・レコーズにより発売されたと共にリリースした。7月にはアルバムがリリースされ、英国のトップ10に入った。同アルバムがリリースされた直後、クラプトンはコンサートで、バディガイを目の当たりにし、彼の3人組に感銘を受けて、クリームのアイデアが生まれ、 ジンジャー・ベイカーとジャック・ブルースと一緒にこの新たなグループを結成した。ここで、クラプトンが、ピーター・グリーンと入れ替わって、アルバムがリリースされた。その後、ミック・テイラーがグループに加わり、1967年7月12日に、おレコーディング。すぐ後に、マクビーは、フリー,イートウッド・マックに加入して離脱する。彼と入れ替わりで、 が加入して制作されたアルバムは英国チャートで彼らの最高順位第3位を獲得した続けてさらなるアルバムの後にテーラーがローリングストーンズ加入のために離脱ブルースブレイカーズの名前はジョン・メイウォールのアルバムから削除された1960年代が終わる頃ブルースブレイカーズはついに米国でもいくつかの成功をつかんだ 幾度かの中断がありつつ、ブルース・ブレイカーズはアルバムのツアー及びリリースを続けたが、今日までに50以上バンド初期に持っていた重要度や人気評価までには達しなかった。2003年には、メイオールの70歳コンサートのためにエリック・クラプトン、ミック・テイラーのバンドが再結成された同コンサートは後に CD と DVD でリリースされた。2004年には、 上位上で、トム・カニングを含む顔ぶれが、ミック・テイラー、ゲストのミュージシャンと共に、英国内をツアーで回った。2008年11月、メイオールは、ブルース・ブレイカーズを解散して、重い活動量を減らし、他のミュージシャンと自由に活動できるようにすると、自身のウェブサイト上で発表した。元との2009年のソロツアーは、彼のバンド解散後に取り組んだ。 最初の音楽ベンチャーだった。しかし、2009年が、メイオールに、新しいアルバムを打診。彼は、ロッキー・アサズ、ギター、トム・カニング、キーボード、ベース、ジェイダ・ベン・ポート、パーカッションなどと、ソロンドを組み、同年にアルバムを制作した。1年後、カニングは、他の優先事項のために離脱した。楽曲、アルバム等のタイトル及び、レコード会社。 カッコ内は英語表記。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。